今日この後の決勝レースは2箇所のショートカット、そして5区の短縮要素もありますので、またこれが結果に影響を与える可能性はあります。やはり重要なのはスタートで前に出ることだと思います。ライダーたちがスタンバイしていますが、これからサイキングラップが行われます。先ほどの各クラスと同様にサイキングラップへの参加は任意にあります。サイキングラップへの出走を選択するかしないかは、各ライダー各チームの戦略にかかっているということになります。7番から5番目のこちらの船の連結4番の加藤氏メイが抜けています。
ったりして、サッカーから急に疲れます。どうですか、岡田さん。その、おまけの7番目のショートカットというのは、最初ショートカットも含めて、5、7、8と結構くねくねですよね。はい。あと、まだちょっと怖いのがセンタップなんですね。あー、特にこの、発想だとそうですよね。はい。なんか、この板上さんの利用が入って、それで2年でね、その見た目が良くなってると本当に大丈夫って、結構気がたりするじゃないですか。はい。高いところが出たのが滑っているということもありますし、私のことを知れたから良かったことは知れないし、もう皆さん先に叩かれるとわからないぐらいの今日は面白いデートになりそうですね。はい、ベビースクラスがこのベニトトコースでどんなレースを見てくれるのか、まず午後は第3セットレース、一応の最初、最近の終わりまでになりたいと思います。ベビースクラスの3回目のレースです。ポイントになってます。チームコーチ、コンタマリ。2番手からは、大変なチームコーチ、変わりまなか。ダニー、ダニー、変わりまなか。そして、3番手からの2名と、前回10番の5番手から、4番手から、3番手から、負けに来てくれた。こちらの2人、こちらの3番手から、4番手からの2番手から、2番手から、
しかしまだ15秒前にボールは出ていない状況ですが、さあこのまま突っ込んでいくか。リリースの決勝レース3分の10分プラス2周となります。
できれば2番であればいい。あれはもっと見たことがある。上位をそれぞれ満足体制、そして先ほどを見ることができました。
らして10分までに遅れていた夜間の風に見るのが早くも8分くらい万歳です。8分くらい万歳。さあ最後どこまで迫ることができるか。Thank you.
ボンバーがみんな出てかかって、おっ、正面、ボイルリーダーダンスダンス。
今日のこのコンディションは自分にとっては有利だったのかな。予選から土曜日の練習走行がすごいトップタイムで乗れていたんですけど、気持ち的にはマディより晴れで勝ちたかったなっていうのは正直あるんですけど、やっと2勝目挙げれてよかったです。ありがとうございました。ここに立てたのも、ヤマハ発動機をはじめ RC 甲子園、大波、ダンロップ、ガートフリーク、新井 KYB 大道、塗るところ、ゲット、本当たくさんの方々に支えられて、2勝目上げることができました。第2戦からゲットつけさせてもらってて、すごいスタート良かったんですけど、自分のミスで落とすレースが多かったんですけど、今日はゲットのおかげでスタートも出れて、トップを譲らず10分走り切ることができました。ありがとうございました。次もう藤沢あるんですけど、次も3勝目上げれるように頑張るので、応援よろしくお願いします。絶対チャンピオン取ります。力深い強い宣言をいただきました本田七海選手、そして今日は第2位河合真奈子選手、おめでとうございます。応援してくださった皆さん、ありがとうございます。今日のレースはどうですか。前までちょっと遠かったかな。ちょっと遠かったですね。でもこの全日本が開催されるまでに、毎週のようにいろんな人に練習連れてきてもらって、本当は1位という結果で終わりたかったんですけど、まあ、2位で追われたのまだ悔しいんですけど、次もあるんで、次絶対1位取るんで待っててください。あとここに立てたのも、お父さんお母さん、春樹チーム監督の東海さん、根岸さん、あとレース前までボディメンテナンスしてくれた山下さん、アップを見てくれた足立さん、いろんな方々のおかげでここに立ててます。本当にありがとうございます。川井選手の今季初勝利、相当遠くない感じがしますね。そして久保真奈選手、最後ですおめでとうございます。ありがとうございます。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。去年のこの都合の大会で、去年1年間すごく苦しくて、走る前に泣いてしまうぐらいのメンタルだったんですけど、今年こうやってまたちゃんとレースができる環境を整えてくださった、チームオーナーの吉田さん、お父さんお母さん、それからスポンサーの皆様、本当にありがとうございます。私も絶対チャンピオンを取りたいと思っているので、めっちゃ周りもみんな早いですけど、もっともっと努力して頑張ろうと思います。よろしくお願いします。絶対という決意を聞かせてくれました久保真奈選手。そして皆さん、改めてご紹介いたしましょう。第4戦総合大会のウィナー本田七海選手、第2位河合真奈子選手、第3位久保真奈選手です。おめでとうございます。